こんにちは、大樹です。不眠、まあよく相談されることなんですけどね。しかもかなり頑固なというか、もう何十年も悩んでますとか、お医者さんにもずっと言ってるし、あれことやってるし、薬もいっぱい飲んでるしみたいな、不眠のケースにどうやって関われるんだろうかというご質問をいただきました。難しいねって難しいっていうのはね、コーチング の得意分野じゃないところで頑張ると難しくなっちゃうから、ちょっとそのことをせっかくだから解説したいと思います。まずね、ここにいくつか書いてあるんだけれども、不眠を治さないって書いてあります。で、不眠っていうのはお医者さんが言ってることだし、不眠を治すっていうのはお医者さんの仕事だから、なんかそれをやろうとすると結構苦しいかもしれない。特になんかもうすでに病院に通ってるだのなんだのっていうケースをね、なんか私だったら一発で寝られるようにしますっていうのは僕は言えないことだし、そんなことを狙ってるとやっぱり苦しくなっちゃうので、不眠を治そうとしなくていいと思います。で、ただその人が少しでもマシになるようにとか、何かね、すごく寝られるわけじゃないんだけどちょっとは休めたとか、なんかね、夜寝られるようになるわけじゃないんだけど昼間もう少しなんかゆっくりできたとか、何かっていうこととかね、もしくはどんなことでもいいんですよ。別に実は眠るってことに関しては良くならなかったけど、でもね、なんかもう少しその仕事がマシにできるようになったとかね、なんか普段のイライラが軽減されたとか、なんかちょっと気持ちは楽になったとか、何でもいいから少しでもマシなことが起こるっていうことを狙っていくっていうことをしていかないと、なんかねやっぱり無理でしたねっていう結論になっちゃうこともあるから、少しでも状況を良くするっていうことをぜひやってみてください。しかも不眠を良くするということよりも、なんかその人のクオリティオブライフですよね、何か人生全体が少しでも良くなるとか、気持ちがちょっと軽くなるとか、それからあとはなんか仕事がね、なんか不眠だからなんか仕事がうまくいかないとか困ってるとかっていうことだったり、なんか不眠だから普段イライラしちゃうとか、なんかそういうことだったら、その不眠によって起こってる困ってることっていうのが少しでもマシになるということをしてみてください。不眠で、ね、何にも困ってることがないんだったらですよ、実は不眠って問題じゃないんだよね。睡眠時間短くたっていいじゃんって話で、きっと何か不眠で困ってることがあるはずだから、そっち側が少しでも解消される、楽になるもいいかもしれない。で、しかもね、1回のセッションで終わんなくてもいいですよ、っていうことをぜひ前提にしてみてください。で、不眠を治さないっていうことに関してはね、お医者さんの仕事とかカウンセラーの仕事とコーチの仕事を分けますみたいなビデオもある。拒食症とかに関連してビデオ出してますから、僕のビデオの中からね、宮越スペース拒食症とかで探してもらうとね、YouTube で探してもらうとそういうのも出てくると思います。さあ、で、これに限らずなんですけれども、何かね、いろんなことを試してきたであろうクライアントさんとセッションをするときは、これまでどんなことをやってきたのかっていうことをとりあえず一通りは聞いた方がいいよ。じゃないと結局それやりましたって後からなったらつまらない話ですから、だからどんなことをやってきたかとかっていうことはぜひ、聞いてみてください。で、なんか違うことでできることがないかなっていうことを考えてみるというのもとても大切なことです。で、まあそんなことをちょっと前提として言っておきます。で、一つ目、もしかしたらすごく大切かもしれないのは、不眠で寝られなくて辛くて大変だっていう話をとにかく親身に聞いてあげるっていうことが、もしかしたらブレイクスルーを起こすかもしれないっていうことを一つは知っておいてください。どういうことかっていうと、やっぱり自分自身も焦ってるし、なんか諦めてたり辛かったりとかね、苦しんでたりとかで、いろんな人に話すけど結局無力感を感じてるっていうことがその人に起こってるのかもしれない。で、まずあなたがその不眠を治せるかどうかとは別にね、本当に苦しんでるんだ、悩んでるんだ、辛いんだって分かってもらえないんだっていう、その人の気持ちにひたすら寄り添うとか、本当に何が辛いのかとか何が大変なのかっていうことをただただひたすら聞くっていうことを今までやった人ももしかしたらいないかもしれないっていうことです。で、そのことをやりきってもらった時にちょっと何か気持ちが楽になるとか、なんか分かってもらったとか、この苦しさを分かってもらったとか、誰にも分からない孤独とか辛さとか苦悩とかね、それを本当に受け止めてもらえたと思った時にちょっと気持ちが楽になる、それだっていいじゃないですか。で、もしかしたらそのことで少しだけ分かってもらったっていうのが、もしかしたらちょっと心のリラックスを作ったりとか、
でそれが寝られるってことにつながることだってある。でもしその人が寝られなかったとしても本当に分かってくれた、親身になって寄り添ってくれた、別に直してくれたわけじゃないけどひたすら知ろうとしてくれた、共感してくれたっていうことだって価値があるかもしれないんで、そのことは知っておいてください。とても大切なことかもしれないです。で、その上でなんですよ、こういうことが大切で、ぜひこのことは知っておいていただきたい。でその上で何ができるのかなということの、基本的なことっていうのをいくつかお話ししたいと思います。で、まずこういうことね、すっげー寝れなかった日とか、それに比べたら比較的マシな日とかっていうふうに、実は毎日が同じように寝れないわけじゃなくて、実はグラデーションがあります。で、そういうものの中に少しマシになっていくヒントがあるんだっていうことなんです。だから実はね、かなり本当にマイナス、全く寝れない、本当に辛い、本当に悲惨っていう時からね、寝れないんだけど、そんなに苦しくはないっていう時もあるかもしれないし、ちょっとうとうとするみたいな時があったり、この時は少し寝れたとか結構寝れたとか、昼間だけど寝れたとか、この時は夜も寝れたとか、実は探していけばいろんなことがあるはずなんです。でもちろんいろんな要素が絡んでるんですけど、眠れないそのエピソードっていうものに興味を持って現場検証してみたら、すごく眠れなかった時は実はビフォア、ベッドに入る前に実はなんか人間関係でこんなことがあったとか、こんなこと気にしてたとか、こんなこと考えてたとか、でお酒を飲んでたか飲んでないとか、食べ過ぎたとか、なんとかとか、なんかがビフォアにある可能性もあるし、そしてベッドに入った時になんか刺激って言ったらおかしいですけど、なんか周りでね、何か、その時に起こってる、そこで見えるもの、聞こえるもの、感じるものもあるかもしれない。もしかしたら全く静かな状態かもしれないけど、でそこのベッドの中でですよ、何かのことを考えて、何かを感じて、で何かをしたりしなかったりして、でまた何かを感じたり考えたりとかしてっていうこと自体が、この眠れないパターンっていうのを作ってるわけです。だからビフォアに起こることが何か変わったりとか、ベッドの上で感じたり考えたりすることとか、する行動とかが変わってきたりとかってすると、何かちょっとこの何時間寝れないとか寝れなくて辛いとかっていうことが変わってくる可能性がある。で何か眠れたり寝れなかったりして、何かのアフターですよね、結果が起こってくるっていうことです。でこういうことのエピソードの中から何か眠れないパターンみたいなものを見つけていって、それを変えていくっていうのが一つのアプローチなわけです。で完全に寝れる状態作れなくていいじゃないですか。なんかこの中にも少しはマシな時もあれば、本当に悲惨な時もあれば、でどんなこと考えたり、どんなことしてたりすると少しマシになるのかのヒントが見つかったら、それをやってみればいいっていうことです。クライアントさんはね、すごく勇気をくじかれてる可能性がありますよ。勇気をくじかれてるっていうのは、もうなんかさ、劇的にパッと変わる方法とかっていうのがあってね、その場で催眠かなんかかけてくれて、ポンってもうそれで眠れるようになるんだったらいいけど、なんかいろいろ工夫してみるのは辛いなとかね、もうなんか疲れたよそれも含めてっていう状態にいるかもしれないし、もうどうせ俺のことなんか誰も直せないんだろうと思ってるのかもしれないんで、だとすると実はこういうことやってもあんまり効かないのかもしれないんです。クライアントさんが本当に変えたいとか、辛い大変なんだとか、もう何としてでもどんな工夫してでも新しいことやりたいんだと思ってくれるんだったら、こういうふうに原因みたいなものっていう、原因の場面というか問題の場面の中で何が起こっているのか、どうしたら変わるのかとか、それと比較対象として眠れてる時もなんか比較的マシな時はビフォーはこんなことがあった、そしてその中ではこんなこと感じたり考えたりとかしてると、なんか自然と眠りに近づいてったとかっていうことがあるかもしれないし、で、昼間寝れるっていう状態だったら、昼間はこんな環境だから寝れるみたいなことがあったらとか、そこの中でこんなこと感じたり、こんな状態だったり、こんなこと考えたり、こんなことしてるうちに少し寝れるんだみたいなことがあるんだったら、それを夜にどうやって転用できるのかとか、やっぱりこれをするのが難しかったら、昼間もっと積極的に寝るとか休養するとか、で夜はむしろ別のことをするとかっていうことに時間を使っていくっていうこともありなのかもしれないです。こういうことのバリエーションとしてね、ミルトン・エリクソンが一つやったパターンで、これ全然おすすめしませんよ。エリクソンがやったパターンで、なんか眠れないパターンっていうのに気がついたら、もうそこに無理やり変な行動させるっていう処方があります。それは何かって言ったらね、エリクソンの質問はこうね、あなたが最も嫌いなものは何ですかと、
はい、じゃあ寝れない日はそれをやってくださいということです。そのケースは、部屋のワックス掛けをするというのが大嫌いな男性に、リクソンは、はい、じゃあ寝れなかったら朝まで部屋のワックス掛けをやってくださいとこうやるわけね。で、何日かやってたら本当に嫌になって寝るっていうことを選択したっていうことがあるんですけど、でも本当に人間は苦痛を回避しようとするからそういうのだってありなんです。でもほとんどの人はやってくれないし、うまくいかないから、アイディアとして置いとくだけにしたいと思います。で、ぜひね、なんかこういうふうに実はいろいろ眠れる眠れないもいろんなグラデーションバリエーションがあって、でそこの中にそれぞれのなんか、実はパターンみたいなものがあるから、そこの中から少しでもマシなものを作っていくということに本人が協力してくれるんだったら、それをやってみるというのも、一つのアイディアです。はい、で、さあ、で私たちが興味があるのは、まあもちろん寝れるようになったらいいんだけど、でそうじゃなかったとしてもね、寝れなくて その結果なんか日中もイライラしてるとか仕事がうまくいかないとかっていうことがあったら辛いよねって、それが本当はどうなったらいいの、もちろん寝れたらいいんだけど、寝れたらどんなことが起こるの、寝れてる自分ってこんな自分で、こんな風に周りの人と関われて、そして、何かね、だから仕事はこんな風にできるとか、周りの人にもこんなことしてあげられるとか、何を求めてるのっていうことです。で、こういうことを本当は望んでんだよね、これ大切にしたいんだよね、で、こんなことは避けたいと思ってるんだよねって、で、眠れない状況はそんなに劇的に改善しなかったとしても、何かもう少しでもそっちを良くするためにできることは何なのか、もちろん眠れたらいいんだけど、眠れなかったとしてもとか、今の状態でも何か本当に実現したいこととか避けたいことのためにできることは何だろうかって探してみることも大切なことです。で、やっぱり本人眠れないことに執着してしまってると、何か眠れないことをがもう全てのフォーカスになっちゃうことがあるんだけど、何か本当に大切にしたいこと、やりたいこと、避けたいことに関して自分がやれることがあるんだっていうことに気がついて、それをやってるうちに少しコントロール感が出てきて、眠れないことも気にならなくなったりとかすると、実は眠れない眠れない眠れないと思ってると、もうそればっかりで余計眠れなくなるのが、他のところにフォーカスを向けて何かやって、で少し自分ができるんだとか、人の役に立てるんだとか、もっと自己実現できるんだ、楽しい思いできるんだと思った時に変わっていくっていうこともあるわけです。でそっちの路線ももしかしたら狙えるところかもしれないと思います。でぜひですね、こういうことを基本にして、何かその人の話を聞きながら、その人ができること、そしてマシになることがないかなということを考えてみてください。そんなにね、一発で素晴らしい方法でガラッと変わるっていうことを期待しない方がいいかもしれないし、相手にも期待させない方がいいかもしれない。でも何かの役に立ちたいんだということが伝われば、何か本人の心が動くかもしれないと思います。あらゆることにね、影響するのは、実は自分のことを本当に信頼してくれる人がいるとか、応援してくれる人がいる、受け止めてくれる人がいるということは、いろんなことにいい風に作用すると思います。それからもう一個は、自分が今他にできることがあるって、辛い状態だけどできることがあるっていうことも、いい方向に作用するかもしれない。で、ぜひ、そういうことを大切にしてください。そして、こういうね、何かこれまでやってきたことっていう、まあそういうふうにしながらね、なんとか本人が変わりたいんだとか、なんかいろんなこと試してみたいんだと思ったら、いろんな新しいパターンを作って実験してみるのもそうだし、それからもう眠れなくても何かをやってみるっていうのもそうだし、で、あとはね、全く違うことをやってみるっていうことね、全然ね、今までとはなんか違う、その、今までのお医者さんとは違うとかね、今までとは違うことを何か教えてくれたり指導してくれたりする人に会いに行ってみるっていうことね、ありとあらゆることはやっぱり試してるつもりでも試してなかったりすると思いますから、本人が本当に変わりたいとか、いろんなことやってみたいと思ったら、そういうの見つける可能性もありますよ。やっぱり本人が何かこういう未来のために変わりたいとか、こういうことは避けたいとかって思って、変わりたいという思いを作って、本人が新しい行動を起こせるようにしていくのもコーチだと思うし、そうなった時に初めて何ができそうか、他にどんなリソースがありそうか、誰が助けてくれそうか、他にどんなアイデアがありそうかを探しながら、いろいろ試してみるというのをやるのがコーチだと思います。なんかあんまりスパッとした素晴らしいアイデアがなくてごめんなさい。ただこういうところで頑張ってるというのが現状です。応援してます。どうもありがとうございます。